明日のお洗濯情報です。まずは詳しい天気の分布予想から確認していきましょう。台風8号の影響が特に大きくなるのは東北から関東です。こちらでは雨風が強くなります。また中部地方や北海道の太平洋側も雨が降りやすくなる予想です。一方で東海よりも西の地域、こちらでは日差しの届くところが多くなりそうです。それでは改めてお洗濯アイコン確認していきましょう。すると雨の降りやすい東北や関東、中部地方、こちらでは NG もしくは心配アイコンが出ています。西日本は晴れるところが多くなりますが、近畿地方ではにわか雨に要注意。また沖縄も湿った空気の影響により雨が降りやすくなります。北海道は北の地域ほど日差しが届くため札幌でも外干しができますが、太平洋側の地域の皆様は雨の降りやすい空となりますので部屋干しが良さそうです。以上、全国の明日27日火曜日のお洗濯情報でした。